サポーターの皆さん、こんにちは。藤田和樹です。去年なかなか試合に関わるチャンスがなく、こうして今年、試合に出させてもらって、まあ、10試合出て A 契約を締結できてすごい自分自身嬉しいですし、もっともっと自分自身がチームの力になれるように、そして昇格、来季昇格できるように、もっともっと力を自分が、チームに加えていけるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。なかなか最近勝利を届けられていないと思います。自分がゴールを守って、ぜひサポーターの目線で勝利を届けたいので、皆さんも応援よろしくお願いします。今シーズンも残り少なくなりましたが、最後までチームは一丸となって戦います。ぜひサポーターの皆さんも共に戦ってください。ホームゲームは12月13日ザスパ草津群馬戦が最終節です。防寒対策とマスクなどの感染対策を整えて、ぜひご来場をお願いします。来季のシーズンパス更新やユニフォームの受付も実施していますので、こちらもお待ちしています。